おはようございます。勝則です。2024年10月9日、鶏の心臓、鶏初の甘辛炒めを作っていきます。鶏の心臓ってどうしても中に血の塊が入っていることがあるんですね。それをきれいに取り除く方法、下ごしらえも最初にやっていきますので、どうか最後まで見ていってください。最初に材料ですね。鶏の心臓ハツが200から300グラムで、ニンニクですね。ニンニクで、冷凍ピーマン使わさせてもらいます。で、冷凍ピーマンと人参は彩りで使うだけで絶対に必要なわけじゃないです。鶏ハツとニンニクと醤油の甘辛い味だけでいいっていう方は、彩りの、ピーマンと人参は別にいらないです。で、味付けは濃い口醤油とみりん風ですね。みりん風だけでつけていきます。甘いのが好きな方はこれに砂糖を加えてくれはっても結構です。先に人参、ニンニク、すりおろしニンニクを使ってくれはってもいいんですけど、画角から外れてました、ごめんなさい。すりおろしニンニク使ってくれはってもいいんですけど、僕は生のニンニク使った方が好きなので、スライスとも言えない下手くそな刻み方ですけど、これをフライパンに入れてちょっとから入り、弱火でから入りしておきます。で、その間に鶏の心臓を開いていきます。で、鶏の心臓なんですけど、どうしてもこの脂とか血管とかついてます。どうしても気になる方は取ってくれはってもいいんやけど、この食感とかその脂肪感も美味しさのうちやと僕は思ってます。で、これはなかったですね。中にね、血の塊、鶏髪っていうのは心臓のことですから、中に普段その血管、血が流れてるんで、締めた時の具合によるとここに血の塊が残ってるんですよ。それを取り除くためにこう開いて取り除いた方が確実です。冷凍の加減とか品質によったら結構むごいくらい血が残ってる時あります。これは本当綺麗ですね。全然残ってないですね。パッと見て、見分け方、この部分ちょっとこれ黒く見えるでしょ。ここに血が残ってるんですね。僕は本職じゃないんで、親父や弟がさばいてるのを見てただけなんで、ほら、あったでしょ、これ。人間の心臓は、右心室、右心房、左心室、左心房ってあるんで、4つ部屋があるんで、だから人間やと、血の塊が残ってる部分が4つあるんですね。僕は鳥の心臓が何室に分かれてるか知らないんで、どうやって切ればいいってはっきり言ってあげれないんですけど、パッと見て見た目に血が残ってる、これをちょっと押し出す人もいてるんですけど、これだけではやっぱり取りきれないので、こう見て、ここですね、ここちょっとどす黒いでしょ、ここに血が残ってると思ってくれはればいいです。で、そこを目標に開いていってくれはったら確実に血を取り除けます。ほら、あったでしょ、これね。上から見ても薄いところは分かります。ただ中には深いところにある場合もあるので、これなんかは分かりますかね、この辺、出口のところですねに残ってました。で、こんな感じできれいに掃除していってくだされば、その血の嫌いな人は全部取り除けます。
料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日1食目、鶏ハツの塩ネギ炒め、いただきます。あ、うまい。あー、久しぶりの鶏ハツ、うまい。独特の歯ごたえと味、たまりません。ネギがまたいい仕事してる。あ、おいしい。僕大好きな鶏ハツ独特の香りがあるので、苦手な方はおると思うんですよ。あ、うまい。あ、うまいな。彩りのためだけにと思って人参ちょっとスライスして上にこう落としましたけど、いや悪くない。人参の生の人参がちょっとなんかアシストしてる。あー、うまい。鶏ハツ独特のうまみと歯ごたえ、他の部位にはない独特の歯ごたえがあるんですけど、それに人参のシャキッとした歯ごたえが加わるのも悪くない。これは偶然やけどよかった。あ、量的に中途半端やな。食い切るか止めるか。やっぱ止めます。一旦止めます。ああ、美味しかった。本当美味しかった。いや、もう1キロ全部塩焼きか塩ネギ焼きか甘辛炒めにして、それだけで腹いっぱいにしてもよかった。ああ、鶏ハツ大好きなんですよ。大好きなんやからこそいろんな味楽しみたくて小刻みにしたんやけど、この後の料理がこれ超えてこえへんかったらちょっと寂しいな。この肉汁ね、濃いんですよ。でむっちゃうまいんです。冷ややっこにかけたりサラダにかけたりしたいとこなんですけど、3品目が冷凍の豆腐ともやしを炒めるんですけど、急遽この汁かけます。2品目完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。